どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。始まりました。どうぞ吉本新喜劇新名ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ、今日のゲストはもう月一の登場でございます。服部ひろちゃんでございます。すいません、皆さん飽きてませんか？大丈夫ですよ。今日はありがとうございます。月に一度、ね、ひでこちゃんとのランキングでございます、はい、しかも今回はまだね、ひでこちゃんから提案いただきまして、はい、なんと無人島へ連れて行くなら新劇在で誰ベスト3でございます。よいしょ。すいません、毎度勝手にね。いやいいですよ、主観を。いや、いいですよ。話してるだけなんですけど、ここに来てね、なんかすごい学生みんなが考えそうな一番最初に振り出しに戻ったような感じのランキングでございますけれど、小学生みたいな。そうそうそう、いいですよ、楽しいですよ、これ、はいはい、で、新劇在でね、もう男性陣、女性陣、もう全部ひっくるめてのランキングでございますから、これはほんま楽しみでございます。もうそれぞれのもう勝手な主観でございますから、本当に勝手なイメージ、はい、ほんまになんか世界が誰もいなくなって、もう二人っきりになって、もう無人島みたいなところでポツンと二人やったら、もう一人誰がいいかとか、はい、そんな感じで考えていきたいと思いますんで、じゃあ早速、ね、はい、ベスト3の発表いきましょうか。いきましょう、はい、では、いってみてお願いします。無人島に連れていくなら誰、はい、第3位はこちらです。ドン。はい、いいですね。これ面白い。これはでも、あ、でもちょっと僕からしたら意外っすね。え、ほんまですか？うん、あ、僕はもう森助ですけど、はいはいはい、なるほどね。じゃあちょっと僕からいきましょうか。はい、用事はちょっと後にしまして、はいはい、まず僕森助から。もう森助は、はい、まずものすごいキャンプとかやってるので。あ、してますね。向いてるのよ。はいはいはい、はい、なんかサバイバルに向いてるから、はい、何でもやってくれそうな。はい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 、はい、じゃあこれいけますよとか、なんか木ガーって拾い集めてきて、わかります。もう寒かったらあいつなんか石とかそんなんで夫婦やりながら火起こしてくれて、一から起こせそうですよね。そう、一からできそうやから。ほんで食い物とかも困ったら、なんか一人で海潜ってギャーンって素潜りで、素潜りやって、それも手作りのこの槍みたいなんで木の棒ね、木の棒でギャーンやってトトロー言うてやってそう。森助はなんで1位か2位ちゃうかって、まあちょっと不安なとこが多いから、はい、ドジなとこ多いし、なんか任せられへんけど、でもなんかやってくれそうな、いろいろ。でもいいんじゃないですか、それを補う皆さんがいるから、うん、ね、ちょうどいいコンビなんじゃないですか。そう、司令塔になって動かせる、うん、でも無人島ってなったらね、はい、多分もう人間の本性が出てくると思うんだよ。あ、そうかも。だから森助、こんな優しい森助が、はい、もうめちゃめちゃ怖がったら俺もう嫌やけどな。力も強いから俺殺されるかもしれないけどな、無人島でね。無人島お酒がないから、うん、もうダメですよ。やばいやばい、おかしくなっちゃうかもしれないね。森助が怖いですけれども、これ結構信用できるね。あ、メンバーで第3位でございました。はい、じゃあひでこちゃんの3位はタックル永井さん。タク兄ですよ。タク兄、タク兄、タックル兄さん、すごいイメージありません？うん、やっぱラガーマンだったんで、うん、そうやね。もうとにかく力持ちだし、うん、そうやな、力がある、うん、そして根性がある。根性あるね。で、何事も投げ出さない根性、うん、例えば無人島に閉じ込められたとしましょう。はいはいはい、二人きりでね、二人きりで、じゃあどうしよう、ここで生存するのかじゃなく、うん、逃げ出そうっていうことになった時に、なるほど、例えばタックル兄さんは、おう、俺、服部さん、うん、俺、泳いで岸まで行きますって言って、もういといてくださいの、いといてください、俺が岸まで泳いで行って一人で頑張りますんで、一人で頑張って助け、うん、呼んできますみたいな、うん、で、長い長い航海を泳いで、うん、向こうの島に行ってくれそう。確かにな。で、しかも一人助かっても裏切らなさそう、うんうん、ああ、そうやな、タクル兄さんね。そうなんですよ、多分裏切らんと思うわ。優しいし、で、うん、必ず助けを呼んで帰ってきてくれるであろう、うん、なんなら多分タクル兄さん多分私を背中に乗せて泳いでくれると思うんですよ、うんうん、でもタクルさんももう森助もね、さっき僕言いましたけども、はい、この二人っきりになるともうこう本性出てきますから、はい、タクルさんちょっと怖いけどな。そうですか、男同士だと別にええけど、はい、ちょっとこれひでこちゃんの言ったら怖い。タックル兄さん出てきそうよ、おい。タックル兄さんね、うん、余談なんですけど、うん、私昔クイズしんすけくんっていう、うん、あ、はいはいはい、ちょっとこう突撃隊っていうメンバーに、そうや、タックルさんもね、はい、ひでこちゃんも入ってました。一緒で、うん、ちょっと過酷なロケに行く、お、二人で、うん、
になっちゃったんですけど、タックル兄さんが、うん、私が突撃隊のロケオーディションの時に、うん、ヨットのヘリに足をかけて腹筋をずっとさせられるっていうシーンがあったんですよ。めちゃくちゃきつくて。きついなそれ。で私も女子なんで腹筋もそんなにないんで、うん、もう無理だ無理だと思ってた時に、うん、タックル兄さんは、うん、まあ、教官として参加されてて、ほらもっと腹筋せえっていう顔だったんですよ、うんうん、そうしながら、うん、そっとね、うん、私の背中支えて、うん、適当でいいから適当でいいからって、うん、おいお前らちゃんとせえ適当でいいから、お前らちゃんとせえ適当でいいからなってすっごい優しかったんですよ。優しい。でも触りたかっただけちゃう。そんなことない。そんなことない。ほんまですか。優しい、優しくて熱い男なんです。裏切りません。ほんまですか。忘れていいですけどね、はい、タックルさんね、これちょっと意外でしたね、はい、マジで、ちょっと2位気になるな。そしたらうん、ちょっと2位いきましょうか。しょう。じゃあ2位はこちらです。あっな、2位はこちらです。ドン。あ、出た。入った。両方で入ることないですよ、なかなか。森助、しかも2位。私は2位です。おー、ですいません、2位はジャイコです。わかります。すいません、ジャイコちゃん来ました。すいません、僕とね、あのひでこちゃんのランキング結構ジャイコちゃん入ってますけども、すいません。じゃあやっぱジャイコ姉さん好きなんじゃないですか、うん、そういうことはないね。そういうことないね、ほんまに。個人でね、LINE で、クリスマスデートしませんかって来ましたけど、イルミネーションが見通し綺麗ですよ、ついでに YouTube をどうですか、どっちが先で、ね、デートに。かわいいじゃないですか、うん、YouTube をきっかけに、うん、デートに誘ってるありましたよね。かわいい、いやでもあのクリスマスはちょっとね、イルミネーション人多すぎるのでやめときましょうみたいな、はい、お答えさせていただきました。行ってくださいよ。さあ、ジャイゴちゃんでございますが、はい、まあ、ジャイゴちゃんもちょっとなんか森助に似てるというか、あー、わかりますね。もうほんまに強いし、何でもしてくれそう。はい、てっちゃんは、うん、なんだか頑張っていきようよみたいな感じで、はい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 、ほんま任せられそうやし、なんやろ、うん、まずい木の枝とかでもうまく料理してなんか食えそうな感じにしてくれそうな。わかります。なんかね、うん、うん、薬草とか、そう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 、これ食べれるのかなっていうような葉っぱとか、うん、土とかもね、多分美味しく料理しそうな。で、さっき全部なんか毒味してくれそうなんですよ。あ、でこれ食べるわけじゃんみたいなで、そんな感じで与えてくれる。わかりますね。あと、もうこれはほんまにひどいですけども、はい、最悪ね、最悪何も食い物ないと、はい、もうこれやばいってなったら、すいません、僕の本性を出させていただきまして、はい、もう鬼になります、はい、もう獣になります、はい、ジャイコも焼きますもん。いやジャイコすいません、焼かさせていただきます。いや美味しそうですけど、はい、ジャイコの丸焼きでちょっとね、すいません、もうそうなったらもう最悪そうですよ。最悪の展開だったらダメですよ。仲良く生き残ってくださいよ。はい、その多分、うんうん、ジャイコ姉さんを焼いて丸焼きにして食べる前に多分食べられます、うんうん、多分食べられます。ジャイコ姉さん食べられるやろな。怖いな、想像したら。てっちゃんごめんねって言いながら寝てる時に、あれなんか痛いなぁと思ったら、なんかここら辺かじりついてたの。やい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 や、生で行くんですか。生で。もう我慢できんくて、包丁持ちながら俺の腕持って、もうさっき噛んでもらって痛い痛い痛いっつって、食うてる食うてるって。やまんばじゃないですか。すいません、ジャイコちゃん、見てたらすいません。冗談でございます。勝手な意見でございますから。愛情の裏返しですよね。ね、さあ、森助、はい、ちょっとこれ聞いてみたいですね。どんな、かぶっちゃったんですけど、ひでこちゃん目線はどんな感じか。さっき言ってたみたいに、うんうんうん、確かにキャンプとかされてますし、うん、ね、キャンプなんか一人で、うん、こう木の枝にカメラつけて、はいはい、やってたな。自分で自作の木の棒の自撮り棒、自撮り棒みたいな作ってたな、うん、作ってたりとか、うん、あと一人でキャンプ行って、うん、そうやね、なんやかんやしてたりとかして、うん、あとは、うん、森助さんってすごい省エネなんですよ。ほう、省エネ、うん、省エネ、うん、ま、すごい小食なので。あ、そうや、めっちゃ小食やこいつ。そうなんですよ、全然食べないので。食べへん。でも普通に、うん、生きていけるぐらいのすごい省エネ男子なんで。そうやね、多分食料がなくても、うん、水だけで生き残っていける。そうやな、最悪酒は欲しいやろな。でもお酒もね、うん、多分ね、自分でなんか作れそうな気がするんですよね、うん、そのうちなんかつけてな、なんか海水とほんまやな、なんかなんかも持ってきてとか、うん、それぐらいのやっぱバイタリティというか、サバイバ
張るができる、うん、能力ね、能力がすごい、サバイバル能力めっちゃありますからね、森助ってほんまに、ほんますごいですよね。森助さんも多分、うん、あの体力あるんで、うん、あるね、タクル兄さんと同様、うん、泳いで、うん、助けを呼びに行ってくれたんですよ、うん、戻ってくるかどうかちょっと分かんないですけど森助な、ほんまやな。でも森助はもう結構あかんたりやから途中で諦めてもう沈んでいってくるし、もうわしじゃん、もうって言いながらわし無理だわってもうわし無理だーってねえ、そんな感じなんですやけど、いやいや、いいですね。最後これ1位、はい、気になりますね。じゃあ気になりますね。ねえ、1位の発表でございます、こちら。ピョン。さあ、無人島に連れていくなら、はい、男性座員、女性座員、誰か、ナンバーワンはこちらです。ズドン、よいしょ、よいしょ。これは意外ですね、キンバルちゃん意外。え、私、タダシさん意外です。あ、ほんまに。タダシさんは、まあ、でも、じゃあ、ちょっといいですか、僕、はいはい、1位で、もうほんま、あの、元も子もないこと言うてもいいですか。はい。あのね、お父さんがヘリで乗ってきます。これは、すいません。はい。お父さんが何とかしてくれて、ヘリで助けに来てくれます。なるほど。絶対です。それかもう船、乗ってバーッと、でっかい船で多分来てくれます、お父さん。大丈夫かー。大丈夫かー。お父さん待ってたねー。言うて。なんとか生きてますー。言うて。なるほどなー。なんかその、なんで言うでしょう。そう、もうそのセコでね、ただしさんを。でも一番いいですよね、うん、いいかもしれないですもう何でしょうね、僕らに持ってない力といいますか、もういろんな人が助けに来てくれるかもしれない。すごい、すごいとこ探し出して、無人島の中で2人でどう生存しようかじゃなくて、うん、どう脱出しようかっていう、1秒でも1分でも1日でも早く脱出できるかっていうことを考えたら、もう正しさなんですよ。しかもそれができちゃいますもんね。できます、これ多分絶対できますもん。うん、できます。心の支えにもなりそうやしね。なりそう。ポジティブすぎるから、兄さんも大丈夫、大丈夫、絶対言ってくれそう。兄さんもうしんどいです、もうやばい、大丈夫大丈夫、もうなんか腕とか折れてない、折れてない、みんな君、これは折れてないねって言って、いや、折れてますよって言うても、ちょっとなんか笑か、逆に笑かしてくれそうから、だめ、折れてない、これは、みんな君、うん、逆に曲げれるようになったんですって、いやいや、壊しよ、みたいな、ぐらいのなんかね、精神的にもね、支えてもらえる、そうそうそう、楽しくなれそうな、なるほどな、一日でも早く脱出できそうな、ただしさんにさせていただきました、これは。いや、でも、ある意味、現実に一番ありますね。現実に一番ある。絶対1、ダントツの1位だと思います、僕は。なるほど、はい、でも、はい、そういう視点から考えたら、ほう、さなえ姉さんも当てはまる。さなえちゃんも、さなえ姉さんもご両親が、はいはい、お父様、お母様、どちらも自衛隊出身なんです。そうや、もうそうなったら、うん、もうただしさんと同じでね、うん、もう両親がね、うん、自衛隊のね、駆使して娘があらゆる連絡網を使って使って、うん、だから多分、うん、ただしさんよりすごいと思います、うん、もう自衛隊組めるよね、もう陸海空、うん、もう3つの自衛隊が動きます。お父さんお母さんそんな力を持ちなの分かりませんけど、いやでもそれだけ多分ね、すごくね、確かに確かに、引き残されていると思うので、うん、であとさなえ姉さんは、うん、もうとにかく、うん、何でしょうね、なんかあらゆるものが強いんですよ。ああ、確かに、そんな感じあるな。運も強いし、うん、金馬ちゃん、そうやね。なんでしょうね、生命力も強いし、うん、あと正義感がある、おうおうおう、リーダーシップがある、そうやね。あとは、なんかもう何もないとこから生み出す力がすごいんですよ。お、う、お、ん。ゼロから作り出す。なるほど、なるほど。ネタとかもそうやもんね。そうなんです。さなえ姉さんも多分、うん、今実際分かんなくても、うん、火を起こすためにはどうしたらいいんだろうって言って、うん、なんかこう考えて、これやってみ、あ、あかんかった、うん、こっちやってみたらいいやん、あ、無理やん、あ、じゃあこうしたらいいんちゃうとかっていう感じで分かる分かる、起こせちゃうと思うんですよ。おー、分かるわ。とか、うん、あとはもう森助さんとかと一緒で、うん、ひでこちょっと待っといて、私魚と取ってくるからって言って、うん、なんか木持って、うん、海に潜って素潜りでつついて、そんな想像できるわもうね、ソルジャーです、うん、ソルジャー、ソルジャーソルジャーの血流れてくからね、もうね。そうなんですよ。おで、あとは一緒にいて、多分そんな危機的状況も楽しむと思うんですよ。うんうん、楽しむね。ポジティブやからね、金丸ちゃんも。そう、金丸さんポジティブだから。なるほど、これはいいね。うわ、面白いですね。ただ、この1位、2位、3位、全部発表したこの、はい、俺ら2人ともやけど、はい、
結構人任せよね二人とも本当ですね二人とも結構人任せなんだよ、ね、人に頼るという、うん、なんとかやってくれそうばっかりやから頼るというすぐ助け呼んでくれそうとか海潜ってすぐ助けに行ってくれそう結構余談ですけどね、うんうん、これ書いてる時にね、うん、このね3位って書いてたらね、うんニーナさんもね、3位って書いてね、うん、いや、ちょっと位置がちゃうなって言って、消してね、ちょっと下に書いたんですよ。え？こんだけの差ですよ。そこ気になる？もう絶対無人と一緒に行きたくないです。絶対行かない。やかましよ、俺。いや、でも面白いランキングですね、これね。いやー、いいですね。いいですね。いや、これまたちょっと、ひやこちゃん、また、はい、ランキング教えてください。なんか、いいランキングがあったらね。はい、すいません、ぜひやりましょう。主観で。いやいやいや、すいません、ほんまに僕らね、勝手なこれ、ご意見言わさせていただいております。ね、あくまでもイメージです。イメージでございます。よろしくお願いします。じゃあ、ひやこちゃん、またよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、ではまた、さよなら。さよなら。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ひやこちゃんもお願いします。チャンネル登録もよかったら、よろしくお願いいたします。みんな、哲郎でございました。